体育館正門名板正門前、看板千葉県立鎌ケ谷西高校は、千葉県鎌ケ谷市初富にある、県立高校。愛称、略称は、鎌西。第三学区に属しているが、隣接学区である、松戸市との境界線沿いにあることから、同市からの通学者も多く、また、白井市、印西市、船橋市からの通学者も少なくない。校章はスズメバチ一匹をかたどったもので、これにちなんで職員玄関にはガラスケースに入った大きなスズメバチの巣が展示されている。その由来は24=8だからであると、代々まことしやかに伝えられている。校訓は、千木曽那専修で、公立高校としては珍しく仏教用語である。また、この初代校長が作詞した校歌の作曲者は、芥川靖である。女子生徒の制服は、蜂の校章をあしらい、スカーフの色を、鎌ケ谷市特産の梨の色とした、セーラー服である。ありがとうございます。